県議会の6月定例会が今日開会し補正予算案など18の議案が上提されました新型コロナウイルス感染症に向き合い今後の社会経済や個人の価値観の変化を見据えた富士の国の新しいライフスタイルの創出に向けて取り組みを進めてまいります6月定例会では新型コロナウイルスの感染症対策などに充てるため 一般会計に五百八十六億九千六百万円を追加する補正予算案など十八の議案が提出されました。またリニア工事をめぐっては JR 東海の金子社長と近いうちに会談するとした上で県の姿勢を示しました。大井川の貴重な水資源と世界が認める豊かな生態系が育む生物多様性が決して失われることのないよう。 県民の皆様の不安の払拭に全力で取り組んでまいります県議会6月定例会の会期は来月10日までの23日間です